本当にオビトなのか。生きていたなら、なぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかし、そうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。奴は内葉マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに、なんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。てめえ、そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。任せない。お前らの好きにはさせねえ。ここでぶっ潰す。果たしてその威勢、本物か見せてもらおうか。無限つくよみこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。ちょ、うるせえ。お前の口車には乗らねえ。なるほど、今のお前は木陰すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りん。この感じ、まだ近いものを感じ。ゾンビ相手に手加減はしねえ。20惑星螺旋手裏剣。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜマダラのような奴と。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木ノ葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、
ナルト、オビトの言葉をお前に教えた俺がバカだ。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。行くぞガイ、ナルト、俺たちでオビトを倒す。先のために。オス、オウ。よし、先のために。随分なことだ。オビト、お前が人にとっての害になるのか。俺たちはそれを排除することだ。やってみろ。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。マダラは強い。でもなんとかビーのおっちゃんと二人で止めてる。なら、さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな。所詮借り物の命、メッキが剥がれるのも時間の問題だ。分かっているさ。この時間の夜まで残ってくれればそれでいい。大事。今度ははっきり分かんぜ、てめえの苦しがる顔がよ。俺の仲間にクズはいねえ。クズなのはマダラとてめえだ。宇宙惑星螺旋手裏剣。ルービーは復活させねえよ。すぐにぶっ飛ばしてやる。よし、このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。あ、撃て。よっしゃ、終わったのか。ああ、終わったよ、この世界がな。うわ、なんだあれは。もしかして。ああ、ありがとう。